皆さんこんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか。ということで、本日はね、もう見えてるんですが、ちょっと量が多すぎて、ドンっていうのができないので、えー、このようなお見せ方になってますが、本日ご紹介するのは、ケイモス C5 という、えー、俗にハンコンと呼ばれるものですね。ハンドルコントローラー。 になります。のセットをね、今回は提供していただきました。で、これはここに書いてある通り、ケイモスさんの提供でお送りいたします。この商品を生産販売しています。すごいね、初めてです。おじいさんね、ハンコン使ったことないんですよね。なので、ちょっと初ハンコンになるので、どこまでね、皆様にこう、この C5 の良さをお伝えできるかっていうと、ちょっと不安なんですが、えー、逆にね、えー、その、使い慣れてない人、 が使ってどう感じるのかっていうところなんかも一緒に見せれたらなと思います。で、これがまハンコンそのもの。そしてこれがペダルですね。なんとこれ、<laughs> ペダルまで送っていただきました。で、こちらがハンコンをセットする、なんていうの、スペンサーって言ったらいいのかなまあ、取り付け器具になります。この3点の今回はご紹介になります。さあどうなるでしょうか。一応ね、えー、ちょっと勉強しましたけれども <laughs>、え、とにかく何を止まれ、開けていきましょう。 はい、それでは開封しますこんな感じだねちょっとなかなかねうまいことビデオで一人でやってるんで撮れないけどもどうなってんのかなこうかなこういう感じですねあこうだねこう開けるんだねはいこんな感じになってますここがもう賞味ハンコンになってうわーすごいねー かっこいい。ちょっと本体出してみるとりあえず。重っえ、こんな重いな、ハンコンって。うわびっくりしたわ。何キロあんのやろ、これ。うわすごい。いや、もう本当にごめんなさい。いや、僕、ある程度体鍛えてますけど、重いよ。うわ、すごいな、これ。えー、何キロあんのやろうね。 とりあえずちょっともうこんな感じのものです。ちょっと横置いときます。まあ、一回戻そうか。戻して、ごめんなさい。何のため出したんい。えー、と、この横ですね。横に何かオプションがあるので見てみましょう。この箱ね。ちょっと一回これ避けます。さあ、これは何かが付属品関係だね。どういうものが付属してるんだろうね、ハンコンって。ほんと初めてなんでわかんないです。 えー、マニュアルですね。これはどうだろう日本語があると助かるけど、えっ、ー、と、今パーっと見ましたけど、日本語はないです。ただしね、かなりカラフルなイラストですね、と写真がついてるので、なんとかこれ見ながらできそうな気もしますので、あ、ここ英語だね。英語もあるので、 え、まスマホの翻訳機能なんか使いながら、ちょっとセッティングしていこうかなと思います。で、その辺は、うちでね、セッティング方法なんかも一個一個お伝えしていって、初心者の方、僕と一緒の初心者の方でも分かるようにやっていこうと思います。まあ、説明書。残念ながら日本語はなし。で、こちらの方は、開けましょうか。USB ケーブルのようですけれども、 USB ケーブルですね。こういうやつですね。よくハードディスクドライブなんかについてるポートですね。こういうものがついてます。で、これ、わ、すごい。こんなに必要なんだね。これパソコンで使うやつだね。パソコンの本体なんかに電源供給するため。あと、モニター大きいモニターなんかでもこういうの使うね。さあ、そして、うわ、すごいね。こんなアダプターついてんねや。もう、これほとんど外部電源に近いね。 いや、すごいね。ものすごい電力使うんだね。そしたら。あ,あ、出力1 9ボルトって書いてますね。すごいね。これなんだろうカチャンカチャンって言ってる。これなんだろうね。これ何かに使うんやろねこれまちょっとマニュアル見て何かに使うんでしょう。メタルですね。メタル素材の何か部品があります。あ,あ、すごい。ファンなんかついてる。あ,あ、 どっかにファン差し込むんやね。これはね、なんか事前にね、海外かなんかの動画見て、なんかファンがどうのって言ってたけど、これだね。ファンを間に挟むようですね。3ピンなんで、えー、グランドと出力と、あとはえっと、回転数調整の3ピンですね。ファンで3ピンってのはほぼそうですか多分そうでしょう。ファンがあって、で、それぞれ部品を構築するネジ類が入ってます。 と、これはなんかシールですね。なんか要所要所に貼るのかなシールが入ってます。えー、以上。えー、こちらが付属品のすべてですね。ちょっと並べましょうか。まあ、電源。えー、電源。まあ、このファンが貼るところすごいよね。ちょっと特殊なファンだね。これほら。普通ここ羽みたいなものが付いてるんだけど、ファン。で、これ何かま、多分取り付けに必要なパーツ。で、この電源に対する、 なんてうのコンセント。あこれ、アース。アース付きのやつなんで、あまり良くないけど、アースを日本のやつに変換するやつがいりますね。まあ、アース付きのコンセント持ってる方は、それで接続してください。それが理想です。と、USB 接続と、ねじ類と、説明書。これが付属品のすべてになります。えー、そしてこちらがですね、ケイモス C5 というものになります。 いやー、すごい。え、こんなんなん <laughs> あれ、ちょっと舐めてたな。すごいね、これ。え、なんかほんまのハンドルみたいよ、これ。ちょっと大きさなんか測ってみますか横幅がざっくりですけれども、27.5ぐらいかな横幅。縦は、26ぐらいですね。そういう大きさになって。 でね、あのー、ごめんなさい、ね。ちょっと僕も初めてのハンコンなんで、一応いろいろ調べたんですが、わかってる範囲でお伝えしていくと、最近のそのハンコンっていうのが、なんかまあいろんな種類があるらしいんですけれども、まずね、これがまあめっちゃ重いっていうのが、こうね、パーツが一つになってるらしいんですよ。本来は、このハンドル部分と、実際のここの駆動する部分ですね。 これがね、別々に売られてるらしいんですよ。なので、どういう駆動のやつにするのか、どういうハンドルにすんのかっていうのを自分で自由にこう、まあ、都会、控えできるらしいんですけれども、この C5 ですね、ケイモス C5 っていうのは、一つなってるんですよ。駆動部分とハンドル部分が一つになってる。なので、重いんですよ。 ま、重いって言い方おかしいよね。まあ、駆動部分は、が、重いんだよね。ハンドルは当然そんな重くないし、その、駆動って何だろうっていう、ね、言葉、ちょっと変わってる。駆動って言い方がわかん、あの、正確なのかわからないけども、駆動っていうのが何かというと、ハンドルを、こう、なんていうかな。まあ、ゲーム、レースゲームやからこう、こうやってやりますよね。パーって。遠赤に乗り上げたりとか、例えば、スピードが出ててハンドルを回すと、簡単には回らないよね。当然、うん、なんていうかな、その、 勢い、まあ、G、G っていうの、なんていうの、こう、完成の法則が効いてくるので、重いやん、ハンドルってね、ぐーっと。皆さんも自動車乗ってたら、スピード上げた、上げるほど曲がりにくいよね。そういう時のいろいろな力のかかり具合を、要は、ここのギアっていうのかな、まあ、ギアの部分で、そういう風な動きを再現するんですよね。それの部分と、ハンドルっていうのは本来別々なんですよ。うん。で、えっと、ちょうどいいんですけども、で、その、 この駆動部分ですね。そういうハンドルにいろんな力を与える影響部分っていうのが大きく分けて3つあるんですよね。え、ギアドライブっていうのと、ベルトドライブっていうのと、ダイレクトドライブっていうのがあるんですよ。で、このケイムス C5 は一番最後のダイレクトドライブというものになります。で、何を言ってんねんって思いかもしれないですけども、基本的に昔はベルトドライブから始まったんやったかなどっちやったかなちょっと忘れたけども、つまり、ここの、 そういうふうにギギギって重くしたりとか、まあ、圧をかける部分ですね。それがこうギアでできてたんですよ。例えばミニ四駆の中ギアあるよね。グリセリングって。ああいうふうなものがあって、それでグッグッって止めてたんですよ。ハンドルの大きいをね。こう力で。それがギア、えー、ギアドライブ。で、今度はよくなんかこうエンジンの中に。 歯車と歯車の間にベルトがあって、発電機とか昔のぐる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 ってベルトが回って発電してたらあれ、ああいうのが入って、そのベルトがギュッて押さえたりしてた。このハンドルの動く行くのを押さえたりして力やってた。それをベルトドライブ。で、このダイレクトドライブっていうのが一番最後にできたやつで、ギアとかベルトではなくハンドルと直接もう繋がってるんですよ。力を与える部分が。 だからダイレクトなんですよ。間に何かをかましてないので、ダイレクトドライブっていうものがあるんだけれども、一番最新で、それがつまり、間の変なこう、ベルトとかで止めたりとか、ギアで止めたりとか、じゃないので、直接的にこのハンドルに力が加わるので、より強い力、そして耐久性、ギアとかベルトだと当然摩耗するよね。当然ダイレクトドライブも全く摩耗しないのかって言ったらそれはないと思うんだけれども、まあ、極力ほぼ、それなんかと比べると非常に、 えっと、長い耐久性。そして、一番、その遅延も少なくて、より強い力を、まあ、少ない電力で与えれるっていうものが、ダイレクトドライブ。略してね、DD と呼ばれるらしいんだけども、この C5、K も C5 も、ダイレクトドライブという、もういうものです。 で、じゃあ、どれぐらいの力があるのっていうのがあって、まあ、これはいろいろあるらしいんですけども、一応、ね、ニュートンメートルっていう、ものすごい言葉なんだけど、これ本当にある単位で、いろいろな、えっ、ー、と、なんてかな、力と速さの中、その合わさったものみたいな、えー、そのニュートンメートルっていうのが最近結構、その、 こういうハンコンでニュートンメートルはどれぐらいですかっていう言い方があるの。簡単に言うと電圧どれぐらいですかみたいなものなんですけれども、このケイモス C5 はその名の通り5ニュートンメートルなんです。で、5ニュートンメートルっていうのがつまりこれのグッてやった時にものすごい重い。グーって。それが5ってパワーなんですよ。これがもっと別々で5つ高いやつとかになると、えっと12とかそういうものとかもあるんだけど、このケイモス C5 っていうのは この、まあ、なんていうかな、とても初心者向けというか、そういう別々じゃなくて全部一個にしたワンパックのものにしては、この5ニュートンメートルっていうのはかなりのパワーらしいんです。 なので、で、しかも5ニュートンメートルって言っても、ベルト、えっと、ドライブの場合、ギアドライブの場合とまた違うらしいんですよ。だからダイレクトドライブで5ニュートンメートルだと、えっと、他のものに比べてよりなんかね力強いらしくて、結構日本の他の方のレビューでも5ニュートンメートルにしてはかなり力強いよっていうことが書いてあったり、えー、動画で伝えてるものがありましたんで、たしし僕は今まで何ニュートンメートルいうのは知らんので、あの、<laughs> わかんない。 申し訳ない。今回比較はできないので、ただし僕が初心者でハンコン自体初めてで、どういうことなのか、ただしゲームセンターでバーチャルレッシングとかやってたよ。えー、そういうもので、えー、ごめんなさい。初めてになるけれども、僕がちょっとやっていきます、えー。ちょっと話長くなりましたが。ではちょっと見ていきましょう。まずですね、ここのハンドル部分は本当に、えー、っと、マジの車のレザーみたいな感じ。フェイクレザーだと思うんだけれども、とってもね、すごい、これは。 うん、これはすごい。こんなんなんだね。いや、だってこんなんプラスチックやったやんか、昔。ごめんなさいね。もう僕はそういう時代のものしか知らないから、非常に失礼な発言かもしれないけれども、もう今こんなことなってんねやっていうぐらい。もうなんか、なんかこれ、なんか、友達の家行って置いてて、お前なんでハンドル取ってんのって言うてまうぐらい、あのもう本当の車のハンドルみたいです。ここにね、差し色の黄色なんかがあって、可愛らしいよね。 で、ここなんかはもうたくさんね、ボタンがあって、A, B, C, D とね、まあこれはゲームの中のやつの操作なんかをここでできるようになってるんだろうね。上下左右。まあこれでね、格闘ゲームをやることはないので、<laughs> そう、なんか細かい入力は気にしなくていいと思うけれども、まあいろんなところにボタンがあって、まあこういうのをそれぞれ設定できるんだろうね。例えばだけど、視点変更とか、 いろんなあのレースゲームの中でもね、後方確認とか、いろんなボタンがあるから、そういうものに一個一個当てがあって、それぞれ押してできるんだろうね。で、ここはどうね、スピードが出るようですね。で、ここなんかがギア変速ですね。ギアの変更することができるものがあると。こう持つので、こんな感じで押す感じですね。中指と薬指で押す感じになりますね。これが大きいのか小さいのかっていうと、ちょっと僕はわかんないね。普通にこう持ってて、 一般男性の僕ではちょうどここ指こんな感じで当たるね。うん。どうなんだろう女性でも男性と女性でめちゃくちゃ指短くてここ遠いっていうことはないと思うんだけどね。うん。こんな感じです。すごいね。ここのつまみなんかっていうのはなんかこれバリバリって動く、いくよ。 もう男のロマンがすべてここに詰まってるね。<laughs> なんかマジンガー Z 動かせそうな。楽しいね。いっぱいボタンがあって、こんなグリグリ回せるとこがあって。すごい楽しいわ。こんなん何使うんやろうね。ここのなんか。まぁ、あ、F1 レースなんかたまーに見るとなんか色々こんな感じなんよね。今の F1 レースのやつもいっぱい機械がなんかあってビラビラ光ってるんやけども。これなんかは何に使うんだろうね。僕はわかんないけど申し訳ない。はい、こんな感じね。横は。 で、背面。ここにはいろいろ、あ、ファンのやつあるね。ここにファン入れて、で、USB のやつもあるね。で、DC インプットだから、これがバッテリーとか、あの、先のやつつなぐんだね、電源ね。で、リセットボタンなんかもあって、ここに USB-C をいろいろつけれるね。これ多分だけれども、あ、書いてる。ペダルと、えー、ハンドブレーキって書いてある。だから、サイドブレーキのことだね。うん、僕、今回はこれ、サイドブレーキはないので、 USB-C で繋ぐんだね。しかもね。へえすごい。ペダル。ここにだから繋ぐんだ。足のやつをね。繋いで電源もここと。すごいね。もしかしたら、ここにたくさん電力入れて、ペダルなんかにもこっから電力 USB-C だから供給するのかもしれないね。うん、すごい。ちゃんとテレマークとね、あの、FG マーク、C マーク、ちゃんと全部取ってるよ。さすがだね。すごいね、これは。 ちょっと興奮してきた。<laughs> 初めてやし、レースゲームなんてごめんなさい。基本的にはあの、オートマチックで走ってるんで、あんまりね、えー、これですごいかっこいいギャーいう見せられへんけども、まあ、そういうのもね、初心者が、えー、こういうの触ったらどうなるかいうのも見ましょう。で、これが、ハンドルの取り付け器具だね。 わあすごいいっぱい入ってる。こんなものが入ってますね。ドライバーとネジといろいろ。まあ、これをね、お見せしたところでっていうところなんだけど、こういうものが入っていて、よいしょ。まあ、普通にこれね、ガバッと差し込んで取り付けるいうことですわ。簡単に言うとね。この辺はとにかく、あの、のんびりとビデオで映しながらこうやって取り付けるよっていうのはお見せしていきますんで、 まあ、こういうものがいろいろ入ってるってことは覚えておいてください。さあ、そして、いろいろあるよ。忙しいよ。ペダルですね。ペダル、こういうのはんていうのペダルコントローラーっていうのかなこれもこういう感じだね。これも、よいしょ。こういう風に開ける感じですね。さあ、見てみよう。ここにもマニュアルが入ってますね。ペダルの踏み板って書いてあるね。CP5 って言うんだね。 ま、これも当然だけど、日本語はないでね。はい、取り付け方法がいろいろ書いてます。これもあと、あの、僕読んで取り付けますんで、えっと、動画にしますんで、ご安心ください。で、ここにもいろんなメタル部品が付いてます。もうメタルなんだね。プラじゃないんだね。で、これが多分足元のやつやな、多分な。これがこう、足元の一番底部分のやつだね。もう全部ステンレスなんだね。 いやーすごい時代だ。で、USB-C to USB-C で先熱につなげるということですね。ハンドルの裏のところにね。で、これはなんか細かいネジがいっぱいあるね。なくさんようにね、してみましょう。で、これはゴムだね。多分一番下のところにつけるんだと思います。ゴムが入ってて。で、これが実際のペダルになるのかな。 そうだね。これが多分ペダルなんのかないや違うよな。これではないね。多分。これは踏むところだから別にペダルがあるのかなとりあえずこれ取り出しましょう。よいしょ。これもメタルよ。いや、こんなん好きな人たまらんやろな。これだ。あ、これが踏むところだ。そういうことね。ははははは。はいはい。だからこれを多分。 こんな感じでつけるんねはんはん。ほんならこれがこう、あ、こうだ、ほら、ぐーなるわ。すごいね。ちなみに僕無免許ですんで、えー、ご了承ください。<laughs> 無免許運転でぶっ放すことになるんで、そこはご了承ください。はい。えー、こういうものが入ってました、えー。ではね、組み立てていきましょう。<laughs> それでは、えっと、ペダルの方を作っていきましょうか。右がアクセル、左がブレーキになりますね。 で、ここにこういうチョボがついてますよね。このチョボを、この土台の、ここの穴があるよね。ここに、こうスッと入れます。こういう風に入れます。これは、ブレーキも一緒です。このチョボを、こちらの横の隙間に入れて、こういう風に固定するということですね。 こういう状況なる。なんかこの辺につけそうなイメージだけどね。こっち側につけるんだね。で、あとはシンプルで、えっ、ー、と、後ろに取り付いていたこのネジで2箇所を止めるだけのようですね。つまりこれの裏。ここの穴を合わして、で、この付いてたネジで止めるということですね。これ、あの、プラスとかやったらいいんやけども、六角なんだよね、これね。 いやー、一苦労でした。<laughs> やっと着きました。ここが、これ見ての通り、ちょっと隙間あるんですよね。つまりこれが、ここで自由に全部グラ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 って動くんですよ。なので、で、ここしかもメタルメタルで、めちゃくちゃ滑るのよね、ここ。だから、なかなか固定できないのよ。で、ここがちょっと溝なんかがあって、遊ぶんですよね、字が。くるんくるんって、ピョンって出ていって、で、さらにこの、 六角ドライバーなんで、なかなか当てがつけれなくて、ここちょっとね、慣れてない人はここで慣れてまう可能性もあるので、女性は一人では難しいかも、誰か男性に手伝ってもらうか、なんかうまいことやらんと、ここは意外に時間かかるかも。僕ちょっと驚いた。うん、で、ここのね、六角ドライバー、 六角がね、ちょっとね、もう舐めやすいんで、これだけ注意してほしいね。ぐっと入れて、そっから力入れながら回さないと、あっという間に、これ、ネジ穴舐めてまうと思うんで、どうなんだろう。中国はこの六角がメインなのかなここプラスでもいいんちゃうかなと思ったけどね。もう僕多分ここ舐めて持ってると思うんだよね。で、あとはまあ優しさとしては、この辺にちょっと溝作ったり、 ちょっとだけでもええから、ボコボコってやって、これがスポッてそこに置ける状態にして、ネジかませるようにしといてくれると、まあユーザーは優しい、ユーザーには優しいのかなっていう気はしますね。ここはご注意ください。僕はかなりちょっと初めてでやったので、ちょっと手こずりました。 それではこちらのペダルの方を実際にここにつけていきますが、これ見ての通り4箇所つけるところあるんだよね。だから自分の足の長さとか好きなところに合わせて上下は選ぶと自由にいいですよっていうことですね。僕はどこがいいんだろうね。当然上にすればするほど力は 入りやすいよね。てこの原理なのでね。僕はちょっと一番上に今回つけてみようと思います。ではちょっと取り付けます。もうこれはこのようにして上からネジで止めるだけです。えーということでこのようにブレーキとアクセルのペダルコントローラーをつけることができました。こんな、すごい硬いよ。すごいね。押し応えがある。俺の足首これ耐えれるかな ジムの後は厳しいかもしれないね。すごい硬さですね。それで、これはね、多分ケツにつけるんだね、これは。で、どうやら、この滑り止めは、ここら辺に貼っといてくださいね、っていうことが、記載されてますね。では、これちょっと、あの、今回ですね、実は、このハンコン紹介するにつれ、えー、なんとおじいさん、こういうものを買いました。<laughs> あの、なんだレーシングなんとかっていうのまあ、そういうものを装着できるやつ。 これを買ったので、この足元の、ここに今のペダルコントローラーを装着してみようと思います。はい、ということで、ペダルの方がつきました。かっこいいね。すごいね。こんな感じで踏むことができます。では次の作業に行きましょう。えー、それでは次はこちらの方ね、使っていきます。で、ちょっともういろいろやってるんですが、一緒に見ていきましょう。ちょっと汚くてごめんなさい。えー、ここ見てもらったらわかる通り、 この、この字のものを使っていきます。で、それがこれになります。これがこの字の部品になっていて、こちらの方に、この留め具の方を下からぐるぐるぐるっと回転して通していって、まあ、机などで圧着させるということですね。で、この留め具の上の方に、こちら、お皿みたいなやつがあるので、こちらを上にこう取り付けて、 これで机と固定させるという流れになります。で、ちょっと僕の場合は問題が起こりまして、何かというと、このコントローラーの、コントローラーなんていうのハンコン用の机なんですが、こちらが鉄板やったんですよ、ここが。なので、すごい薄いの。ってなると、この留め具がここまでなんで止まらなかったんですよ。つまり。 なのでどうしたかっていうと、まあ、これ皆さんも参考してもらったらいいと思うんだけど、この鉄板の裏に板を取り付けたの。どうなってるかっていうと、こうなってんのこれを取り付けて、上からネジ止めしてるんですよ。こんな感じで。で、これちょっともう一個取り付けてるんだけど、そこに、この、この字のものを取り付けました。なので、どうなってるかっていうと、 ま、この、この字のところに、ここに板。板がこんな感じであって、そこに、こんな感じで取り付けると。まあ、当然この上にお皿がついて、こういうふうに取り付いてると、え、いうふうに考えてください。はい。で、この上にですね、この部品を取り付けるので、必ずですけれども、ある程度はこれを踏まえておいてください。 なので、事前に、これぐらいの距離かなーって当て付けて、こう置いて、穴が合うところに取り付けるようにしてください。なので、まあ、ギリギリまで、片方はバチッと付けてしまっていいので、もう片方はちょっと緩くだけ止めといて、最終調整で動かせる状況でぴったり合わしてから、ガガガッと、ガチッと固定させるようにしてください。はい、こんな感じだともうちょっとだよーってところに来たら、このお皿乗せて、 これで最後の締めで回していくという感じになります。で、このようにある程度当てがついたら、右側、まあそうですね、今僕ちょっと思ったんだけど、えっと、まず当てをつけた状態でネジで止めていく方がいいと思います。で、最後の締めした方が、やっぱりなかなかね、ここもね、固定具がないので、あの、スルスルスルツル,ル,ル滑るんでね、そうした方がいいと思います。だからやっぱこの辺も、ここにちょっとだけ、あの、突起をつけて、ピタッと穴で止まるようなものが、 あれば、ええかなと思います。まあ、理想はですね、ここの横にももう、皿になってて、これがスポッと入れるだけで、ネジ穴がぴったり揃った方が、えー、初心者ユーザーはええかもしれないですね。では、付属していたこちらの黒いものを、この4点、こちらに止めていきます。で、一気に、あの、最後まで奥まで締めずに、ある程度当て取って、軽くだけ止めて、 で、他のところも止めていって、最終的にきつく締めるのがいいと思います。で、ということで、こんな感じで固定できました。かなりね、がっちり。もう当たり前ですけど、全く動かない状況です。あ、これ動いてるのは下ですね。まあこれちょっと安物のやつなんで、多分これに頼るかわかんないね。DD のダイレクトドライブの強烈なやつに耐えれるのかわかんないけど、まあこんな感じで、止め金自体は固く止めました。では次の工程。 で、先ほどの取り付けたものの上蓋になるんですが、こちらに、ァンですね。こちらを取り付けていきます。で、これ俗に言うノートパソコンと一緒で、こっちが吸気で、ここが排気になってるんですよね。で、これ裏側なんですが、このように取り付けます。えっ、ー、と、ここの出っ張りがあるので、そこに入るように、スポッと取り付けて、 で、こちらの細長いネジですね。こちらの方を差し込んでいきます。こうですね。これで止めていきます。で、取り付けると、こんな感じになります。でね、あの、このプラスドライバーが、付属のこれやとね、ちょっとね、合わないんですよね。だから、カスカスって、あの、なるので、何か自分で、まあ、家にあるプラスドライバーなんかで、 あてがってやる方がええと思います。ちゃんと閉まらないんで、あんまゆるゆるやと、そうになったりして、カタカタカタってなったりしたり、あの、壊れたりしたらわかるので、あの、必ず合うプラスドライバーを用意してください。で、次。えー、この取り付け、取り付け器具に、このように合わせます。上から見ると、こんな感じの鉄板の内側に入る感じになります。で、ここの穴と、ここの穴を止め具で止めます。ネジでね。 で、面白いのが、ここ、ここが3段階で高さ変えれるので、自分のハンドル高くしたいなら上、低いハンドルをしたいなら下っていう感じで止めてください。で、コツとして、この上蓋なんですが、はじめ止めるときに多くの人が、このカタンと下に置いた状況でネジ締めようとするんですが、実際にネジ穴が通るのは、この上部分がちょっとね、下から浮いた場所なんですよ。 なのでそこだけご注意してください。下に止めた状態で無理やりネジ入れようと思ったら、こう、ぐにゃっとなっちゃうので、えっと、こいつをね、まずこのネジを中に入れて、こいつをちょっとだけ上に浮かすと、スポッと入る部分があるので、その時に仮止めしてしまって、左右締めて、で、その後ここで自分の好きな高さのところで締めるという感じですね。まあ、先ほどと同様、4点をとにかく緩くはじめは止めて、動かない状況にしてからちょっとずつ詰めていくことが、壊さないコツかなと思います。 えー、それではこちらハンコンの裏にも部品を取り付けていきますが、裏向けて作業をするので、このつまみ部分が傷んではいけないので、下に柔らかいものを置いてください。うちはこれちょっとはっちゃんの <laughs> 猫の布団持ってきました <laughs>。すいません <laughs>。で、この裏に、こちらの方を取り付けていきます。えー、これが上部ですね。 上、ケイモスって書いてる方を上にして、下に置いて、で、裏がこれ簡単に言うと回る部分になってますんで、こんな状態でやらないように、えー、ちゃんとこの部品の名前が上に来るようにファンとかね、にして、この状態で取り付けます。で、これ上下難しいんだけど、このケイモスって書いてある、これが、この縦の、こういう風に入るようにしてください。で、これが当然ですが、左右に取り付けます。で、使うネジが色々あるんだけど、 えっと、この頭が丸くなってるのは違います。唯一4個だけ平らなものがあるので、これがこの後ろに、どうもね、このハンコンの正味の後ろに取り付けるものになりますので、ご注意ください。この丸い方を使わないようにしてください。あとは上下逆にならないようにね。ちゃんと、ハンコンつまりこの上になってるところに対して名前が上になっていると。こういうふうに。まあそのために印字してあると思うんだけどね。 これで取り付けましょう。えー、ということで取り付けましたここはね、もう必ずガッチガチに止めておいてください。なんかあってボーンって倒れたら危ないんでね。え、では、今取り付けたこの金具をですね、この2つの、えー、この2つの金具あるよね。これを、この穴に差し込みます。で、この上に穴が4つ開いてるよね。ポン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 って。これを、ここに合わせて、最後のネジを締めるということです。 そういう流れになります。で、取り付けた後、ちょっと取り、あのー、差し込むのめんどくさいと思う人は、このファンの、ファンコンの、こちらの方を、このファンと書いてあるところにも差して、作業するといいかもしれません。その他の DC インプットなんかも差してもいいかもね。では、こちらの方に装着して、こんな感じで入れて、 で、ここの穴はどんな感じなのかなああ、ちょっとだけ前なんだね。一番奥の方がなんか安定すると思うんだけど、ちょっとだけ前でネジ穴がありますね。なので、ファンコンはこの状態でもさせそうですね。それではネジ締めていこうと思います。えー、ということで、賞味のハンコンが取り付けれました。えー、コツとしてですね、ここの高さを高くしてる人は特に、ハンコンす、あの、この、棒を刺した時に、ガチャンと下に落ちちゃうんですよ。 ってなると、ネジの上の穴と実際の下に通ってる棒が合わないので、コツとしてはこの棒の部分をグってこっちで、左手で持ち上げた状態で、で、まずは右手で指でネジをくるくるくるっと入れていく。その作業を4つした後、え、改めて左をグッと持ったまま、こう、六角レンチで締めていくって、ちょっとずつポン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 と締めていくと、うまいこと刺さりました。 必ずこれね、あの、持ってやってください。垂れたままやるとネジ穴と、ネジ穴と実際に棒がある場所がこう、角度がついていて、必ずネジが潰れるか、どっちかのものを痛めてしまうので、そこはご注意ください。ようやくこれで完成ですね <laughs>。それではこのファン、ファンのコネクターの穴に、ファンから出ているこちらを差し込むんですが、気をつけないといけない部分は、 こちらのファンの切り欠き部分を間違えないように、ここにボコボコっと出てるよね。これと、ピン穴の方のボコボコを、実際左側だよね。左側に切り欠けが、ここちょっと見にくいけどあるので、つまり、コネクターのこの、コネクターのこの左のボコボコが左にくるようにして刺します。で、次は、 USB-C の左にペダルと書いてあるので、ここに USB-C を挿して、コツとしてはこの中を、ちょっと今これライトあるけど、この中を通していくことがおすすめですね。この中を、こっから通して差し込むと。こっから出てくるのでね。はい、こんな感じで USB-C を挿して、で、この先は、このブレーキペダルの裏にある USB-C に、 刺します。で、当然線がこの真ん中にあったら踏んでしまったりするので、できたらこの辺の横通して、この辺プラスチックのあのな止め具のやつがあるんで、キューッと回して、絡まないようにしておくのがおすすめです。えー、マジックテープみたいなものを使って、よいしょ。こんな感じで、テープして、ピューと、裏に隠しました。なので、一見そういうようなペダルへ向けての、 配線がないようになりました。で、はじめペダルをこの辺に設定してたんですけど、ちょっと足遠いかなと思って、えー、手前に寄せました。あとハンドルもここかなり上まで上げてたんだけど、ちょっと下に下げました。えー、っと、こんな感じになりました。完成形です。かっこいいねまあ、この台は当然ですけど、これ自分で買ったやつなんで、一応これの商品リンクも貼っておきます。こんな感じね。 いい感じです。では、えー、実際、パソコンに接続してみます。えー、それでは片方をね、パソコンにつないで、まあ、これ、プリンターなんかでよく使われる方だよね。こちらを、この k m マ C5 の、こちら。こちらにさしていきます。で、当然これも絡まなように、この蓋の中から線を通して、これで接続することをお勧めします。 で、電源のコネクターですね。これちょっと変わったね、形状してますけど、こちらの方も、この蓋の中の下を通って、こちらに接続していきます。こんな感じで入れて、中から通す感じですね。なので、配線関係はこんな感じになりますね。ファン、えー、ファンと、ペダールと、パソコンにつらいでんのと、コンセントにつなぐ。 こういう風な配線になります。で、ここに電源ボタンがあるんですけれども、まずパソコンにアプリ入れてから電源入れますんで、はじめは入れないでください。コンセントはもう繋いでて大丈夫です。それではパソコン画面に変わります。ちょっと見てもらおうか。えっと、で、今パソコンの前、ちょっと物がいっぱい溢れてるけれども、えー、こんな感じになってます。今パソコンの前まで持ってきてます。こんな感じです。ここに普通の椅子を持ってきます。 え、これが今僕のパソコン机に持ってきた感じです。まあよくね、こういう感じのレビューされる方はめちゃくちゃかっこいい、こう、レーシングチェアっていうんかな <laughs>。ああいう風なゲーミングチェアっていうんかな。に、あの、かっこいい手袋をはめて、あの、スニーカー履いて、外行く用の服を着てレビューしたりするんですけれども、うちは、あの、ちょっとそういうのではないので、え、逆に言うとリアルな感じ。本当初心者目線で、 こういうふうなレーシングドライブアイテムっていうのは何て言うのかなまあ、エミュレーターというのかなエミュレートするまあハンコンを一般レベルの人が設定して設置するとこんな感じだよっていうので今日はレビューできたらいいかなと思います。これ本当に普通に Amazon で買った3000ぐらいのチェアです。で、高さは普通、まあノーマルです。で、これに僕が座ってドスンと。で、こういうふうに持ってくると足はこんな感じ。 届きます。で、ハンドルはこの辺。だから僕の視点で言うとこういう感じになる。まあまあ、ちょっと大げさにまあ、こんな感じ。うん。なので非常に、まあ、これで、これが高いなと思ったら、ここの3段階のやつを一番下にすると。この辺は自分のドライブの一番ええやつですよね。にしたらええと思います。はい。 僕はどうなる僕はだから免許持ってないから分かれへんねん、どれぐらいなんかっていうのは。嫁さんにもちょっと触ってもらったんやけども。嫁さんってはちょっと背低いんで、もうちょっと低い方がいいんちゃうってことやったけれども。まあ、こんな感じ、非常にでも思ったよりもシンプルだね。これでできるんかなっていう、<laughs> すごいなという感じです。 それでは、ね、各種設定ちょっとやっていきます、えー、それではですね KMAS さんのホームページに行ってあの動画の概要欄のところにリンク貼っときます、えー、でこの中の KMAS レーシングシミュレータードライブこちらの方をダウンロードしますここですねここクリックします、えー、するとこのような KMAS セットアップ V15 ここはまああのダウンロードする時のタイミングによってバージョン変わるので、まあ、数値はほっときますこのようなものがダウンロードされますのでダブルクリック すると Windows によって PC が保護されましたと出るのでもう嫌な人はやめてください。ただしあのこのハンコンは使えません。で実行。言語が選べるようですね。日本語はあるのかなないね。英語と中国語だけですね。英語を選びましょう。この辺はやはりね、日本に販路があるのであれば日本語欲しいね。はい。えっ、ー、とインストールが終わった ようです。このようなケーマスというアイコンができてますので、こちらをダブルクリックして起動させます。すいません、ちょっとね別画面に出てしまって移動できないんですが、ちょっと別途写真でお見せしてしますが、えー、このような。 ニューバージョンファウンドということで、ニューバージョンがあるよということになってますんで、えー、アップグレードナウですね、えーと。右下の緑色のところをクリックしてアップグレードします。するともう一度このようなインストール画面出てきますので、英語で OK。で各種の同じような、あのー、約款項目が出るので、それぞれ作業していってください。えー、ということで、再びインストールし直します。インストールというか再インストールになるのかな になりましたアップグレードイコールサインストールのようです。バージョンは1.5.82かな ?6.2 かなちょっとごめんなさい、目見えへんくて、えー。こういう状況になっております。でですね、ここのパラメーターってとこですね、ここクリックすると、今、何にもデバイスつながってないですよね。なので、ここで初めて電源入れていきます。 えー、ハンドルが勝手に回ってます。ちょっとごめんなさい。今、録画できてなかった。ごめんなさいね。電源入れました、今。なんか調整してんのかななんか変なところで止まったね。え、いいのかなえー、なんでか知らんけど、ハンドルが横向いたままなんですけれども、画面の方にファームウェアがのアップデートがあるよと出てますんで、ちょっとまずそれやっていきます。あ、あの、あれですね。 ハンドルの方のアップデートがあるんでやります、はい、アップデータサクセスと出ましたので行けたようですがえまだハンドルが横向いたままなんですよねこれなんでかなケイマスのアプリを立ち上げてで初期設定をしていくんですけれども電源を入れた後にですね当然まあ、設置ね作ったペダルとここにねハンドルみたいなものが2つ表示今されてますよね でこっちがホイールベースってやつで要は根元の駆動する部分になるんですでこれがハンドル部分になるんですよねで商品としては2つしかなかったよねあのそのそハンドルをつける器具はあったけれどもものとしてはペダルとハンドル部分っていうこの C5 は2つだよとであの駆動する部分とハンドルが1個になってる商品なんですってお伝えしたんだと思うんだけれども なのののででこちらのソフトウェアの方では2つとして認識されます。ただしですね KMAS のソフトウェアを立ち上げて電源を入れた後、このペダルとハンドルしか表示されないことがあるんですよ。その場合は1回 KMAS のソフトを閉じてもらってでもう一度立ち上げると はい、今出てきたよね、この時もね、ちょっと遅いんですよ、出てくるの、今見てもらったのはちょうどよかったと思います。なので、認識しない場合は、ちょっとだけ待ってください。で、今からこの C5 を使えるように、ハンドル側を使えるようにするんですが、このホイールベースっていうのが、この画面の中に出てこないと、設定できないんですよ、このハンドルの設定を。で、初め、ここちょっと戸惑うところだと思うんですけれども、えそういうふうに思っておいてください。でこちらの えー、デバイスですねパラメーターでもできるんですけれどもデバイスの方でやっていきますでこのハンドルですねこちらの方で今ここ、えー、セットセンターとかありますよねで今もう僕はセンター取ってるのでこのようになりますが簡単に言うとちょっと画面ほ他に出しますここの黄色のやつを正味めちゃくちゃ垂直でガチガチにしないといけないってことはないんだけれどもある程度自分で上だよねっていうところを合わして それから画面のセットセンターのところをクリックします。ここパチッと。するとここでいいですかって出てきますんで、OK をします。そうするとセットサクセスフルと出ましたね。これでハンドルの方左に回ます。はい。こんな感じで認識されてますね。で、この上のところなんですが、ここが結構重要で、ハンドルがどれぐらい回るのっていうことを設定することができます。 360度であれば一周しますよね。で、僕は今これ270度に設定してるので、ここのハンドルがこれ以上いかないんです。はい。じゃあ、例えばですけど、これを360度でね、360に設定しましょう。で、一応これ多分センターセットした方がいいと思うんだけどね。一応センターセット一応します。これで先ほどは、 このハンドル途中までしか回れなかったんだけども次行きますはいこんな感じでつまりこう一周するようになってね360度ドンと先は270度なんでこっからこの辺ぐらいまででしたそれが一周するようになってますという感じでここの数値をいろいろ変えていくとハンドルの回転のなんていうの角度っていうものを設定することができますんで 各種自分のね、したいようなハンドリングに変更をしてください。これでペダルの設定とハンドルの設定が完了するので、対応しているゲームなら使用することができます。では実際にゲームやってみましょう。えっとね、ブレーキの設定もしないといけないようですね。で、まずアクセル、こっちだね。えー、この状態で何も踏んでない。足踏んでません。踏んでない状況で、セットミンですね。一番ゼロだよと。これをします。 で、セットサクセスフル。で、次、これをアクセルの場合、フル、踏んで、セットマックス。これを押すと。うん。これです、すこれで、はい、認識されました。フルに。で、これブレーキでもやります。じゃあブレーキも今、セットミンだからこれ0踏んでないよと。で、えー、これをマックスに踏んで、踏んで、セットマックスですよと。セットすると。はい。これで、はい、このように、 なるこういうふうに踏んでなるよとこういうふうな状況ですねこれをしないといけないということですねこれでペダルの設定とハンドルの設定が完了するので対応しているゲームなら使用することができますでは実際にゲームやってみましょう、えー、ということで下手くそですがダートラリー2.0を使ってテストしていきますではやっていきましょう まずですね、各種セットアップをしないといけません。このオプションのところ選んでください。で、コントローラー。で、こちらの方ですでにですね、電源を立ち上げていれば、このようにケイモス c 5というものが出てきてます。で、間違えがちなのが、このステアリングホイールの方にステアリングデバイスと入れてしまうと動かないので、 必ずこのケイモス c 5、えー、ホイールベースこちらに、えー、ステアリングデバイスを設定してくださいでこの状態で右クリックをしますで、えっと、デバイスのプリセットっていうのは残念ながらケイモスの方にはないのでデバイスの調整こちらで調整していきます、えー、ステアリングをどちらかの方向へ完全にロックするまで回しその状態を保ったまま続けるをしてくださいということなので一番フルにまで回して続ける で、次は90度に曲げてくださいよということなので、まあ、これはある程度でいいです。この辺ぐらいかなと思ったら、これで続ける。で、ブレーキの方はもう設定してますが、一応見ます。このケイマス CP5 ペダルですね。こちらで左クリック。で、加速の方を選んで、入力待ちと出てるので、アクセルを踏みます。じゃあ Y 軸と出ます。で、ブレーキの方やります。で、次ブレーキを押します。すると Z 軸。これで設定ができました。 で各種、あとはステアリングホイールっていうのは何かというと、この賞味のハンドル、ここになります。でこのハンドルにボタンがついているので、いろいろな中のメニューをこのハンドル上でも操作したいよっていう人はこちらのステアリングホイール、こちらで設定してください。僕はカメラの切り替えをどっちだったかな、この辺に設定してます。こんな感じでボタンを押していってください。 で当然、ここで加速とかを割り当てちゃうとおかしなことになるので、必ずここはあえー、入れないでください。で、僕の場合はですね、このハンドブレーキを、ここの、えっと、ハンドルの裏にある、こう、なんていうの、普通はシュートアップダウンのところなんですが、ここにハンドブレーキをしています。ハンドブレーキを持ってる人はもうそのままハンドブレーキを使ってください。それでは、これでもうレースをすることができるので、ちょっと下手くそですが、やっていきます。では、まずはちょっとフリーランでのんびりと、えっと、野原を駆け回ろうと思います。 ではやっていきますまずはアクセル。はい、このように効きます。で、見てもらったら分かる通り、はい、こんなに動きます。すごいでしょ、トルクが。で、ここにスピードが出て、これをね、なんかね、スピードに相対するパラメーターみたいなものがこんな感じで出ます。 とにかくトルクがすすごいですあの僕ある程度筋トレしてる一般男性ですがかなりきつくきます。 ちょっと視点変えましょうはいこんな感じですね すごいでしょハンドルの一般男性でもこんだけ、ね、あの跳ね返されますだから5ニュートンっていうのはもう十分ですよ本当にこれ以上強かったらどうなるんだろうっていうぐらい初心者の僕としてはではちょっと下手ですがレースに出ます こんな感じで十字キーを設定してるとメニュー画面を操作することもできます。でメインメニューへ戻る。こんな感じでねコントローラーをここに割り当ててますんでこういうことができます。じゃあちょっとタイムトライアルやります。ではちょっと初心者がやっていきます。

うまく回れたね ちょっと無言になっちゃってごめんなさいねこれほんと楽しいの <laughs> 本気本気よもういい大人が本気なってますほんと楽しいの夢中になんの <laughs> 次の角はどれぐらいで入ろうかって言ってねああ こうなっちゃうとっくりほんとがっくりほんと1個の、ね、ミスがね命取りになるこれがねレーシングシュミレーターというものらしいですねもうすごいよちょっと遠赤上がったり外のところ行った時の,あのガリガリ感たるやすごいもうバラバラバラバババと腕来くるよ うまいこと回れたんじゃない なかなか昨日の自分に勝てないね <laughs> 世の中そんな甘くないよね昨日の自分に勝てないのよなかなかこれがあーダメだねーいやー楽しいのよほんと楽しいの 難しいのよ難しいもう本当に特にこのダートラリーは特に難しいらしいのうんだからこそねやりがいがある ちょっとここ上がりすぎたね。 回しすぎたね難しいね何度やってもはいという感じです、えー、それではですねちょっと面白いテストとして当然ねパソコンにもつなげるということは ゲーミング apc m にもつなげることができますよねちょっとやってみましょう、えー、それではロジーライを使って、えー、こちらケイモス c 5テストやっていきますではいきます クソすぎる <laughs> これ視点はあちゃんと視点覚えてるんだねすごいなこれすごいねこれあのもうゲームの方が覚えてるみたいだねこれすごいな <laughs> ま本来はね画面をモニターに出力してやることだからねちょっと今回、分かりやすいように r o g ライ見ながらやってますからさすがに難しい画面が小さいし。 <laughs> すごいねでもこんなちっちゃいのでもできるんだね 我勒个蛋嘛！<laughs> <laughs> <laughs> といいわ俺の使ってるヘッドホンより砂の音とかすごい聞こえるねカチャンカチャン音のとかね 揺れてるよ多分ハンドル見たら分かると思うけど。 こと流れたね。 いいあ〜ここもったいなかったね今いい感じやったけどちょっとビビっちゃったね それっぽいことをいっぱいやってたんじゃない ということでいかがだったでしょうか見てきていただきましたのはケイマスさんから出ていますケイマス C5 のご紹介になりました。先に金額言っておきます。えー、賞味の C5 のハンコンとペダルですね。このセットが299ドル。で、クランプ、机と固定させる器具が29ドルです。合わせて今の日本円で、為替だい大体149円ぐらい、1ドル。 で、換算すると、48,908円。まあ、だいたい49,900円ぐらいですね。で、多分、日本への送料が12,200円ぐらいするので、えー、だいたい6万円ぐらい見積もっとくと、ちょうどいいと思います。で、この金額が高いのか安いのかっていうと、僕は正直ね、ちょっとわかんないんですよ。ただ、えー、言えることは、自分が、えー、今回体験させてもらった、この体験、6万円であれば、 僕はですよ。僕は安いと思いました。で、これずっと使っていけるし、ただし多くのゲームでまだ対応してないんですよね。俗に言うレーシングシュミュレーターという非常にリアルな挙動とかが、えー、こう、搭載されているゲームじゃないと対応していないので、で、ちょっと残念やった点は、えー、フォルツ・ホライゾンとかののんびり道を走るやつ、ああいうものは対応してないんですよね。 なのでその辺はちょっと残念だなーって思う点はありますが、えー、本格的なレーシングシミュレーションゲームなどは、えー、多く対応していますので、えー、必ず事前にどのゲームが対応しているのかっていうのは調べていくことが必要になります。で、僕の場合はスタンドも同時買いしたので、大体合わせて72000万2千円ぐらい。 かかりました。このスタンドは日本のアマゾンで買いましたけれども、72000円としても僕はこれね、ずっと家でこういう風なレースゲームのアトラクションとして使っていくには、僕は安いかなって感じました。ゲーミング MPC がだいたい10万円超えの中、7万いくらで一つのアトラクション、一つのリアルなゲームの遊びとしては、これは僕はありだなと思って、ちょっとね、熱中したんですよね。 はじめ練習がてらにいろいろやっていたんですが、次第に熱中してきて、ちょっとね、その、ゲーム機だけでやったりとかしたらね、やっぱりね、もうね、全然物足りないんですよ。やっぱり手元にそのガクガクブルブルく,く,くる感覚とか、やっぱアクセルとブレーキを実際足で踏んで、そのドリフトをかましていく感覚っていうのを、実際やると難しいんだよ。超絶的に難しくて、 疲れるんだけど、でももうなんかそのインスタントなレースゲーム、手元だけでポッポッポッとやるのが、どうもね、物足りなくて、<laughs> ちょっとね、ハマっちゃったんですよ。これも本当のところ。なかなか面白くて、もう本当に生まれて初めての体験。ハンコマンずっと気になってたんだけれども、 やっぱりスペースの問題とかっていうのでずっと触ってこなかったんだけど、これはね、楽しいよ。で、ハンコンってね、その設定どうしたらいいんだろうとか、ゲームの中の設定どうしたらいいんだろうっていうところ、多くの方が迷われてて、値段とかっていうよりもそこで、 え何買ったらいいんかなとか、どうや、どういうもんが合うんかなっていうの、わかんないと思うんだよね。で、その辺は今回僕の動画見て、あ、結構簡単やんって思われた方おられると思うんですよ。で、そのために僕は一生懸命その、まあ、作り方とか、インストールの仕方とか、ゲームの設定の仕方等をお伝えしたのは、ここさえクリアできたら、俺やってみたいねんっていう人多いと思うの。 で、ここさえクリアできれば、あとはね、他のゲームでも大体設定項目って一緒になってくるので、安心して遊べると思います。で、ROGA ライとかが勝った人も多いと思うんだけど、ROGA ライ今回は僕はね、ちょっとわかりやすいようにゲーム機の画面でやりましたけども、別途ね、ポータブルモニターがあればそちらに出力してプレイすれば、なんら問題なく遊べますし、 ROGA i でも今回使用したのはダートラリー。えダートラリー2.0なんだけれども、フル、もうほぼ、えー、完璧な最高画質で普通に遊べたので、えー、あの辺も遊ぶことができます。なので、であのレーシングシミュレーションっていうかね、結構古いものが多くて2020年ぐらいのやつとかが多いので、えー、最近のゲーミング MPC 等であれば全然動かすことができるので、その辺もご安心ください。いやー、これはね、面白い。 これはね、面白いよ。はい。よかったらこれおすすめなんでね、ぜひともやってみてください。で、動画の下の概要欄のところに、ケイモスさんの公式ホームページですね。海外サイトになりますが、公式ホームページがあるので、そちらから、えー、買ってみてはいかがでしょうか。えー、おじいさんのおすすめです。カニチダイ。レーシング、なんていうのハンコンハンコン、そしてレーシングスタンド合わせて。 買ってみてはいかがでしょうかただし取り付けの時はえ、僕のやつ見てもらった通り、いろいろスタンドによっては相性なんかもあるので、え工夫を凝らしたりとかしないといけないこともあるので、よくよくその辺は事前に考えて、え購入を決めてみてください。ああ、遊んでいきます。これは本当にいいね。おすすめです。この動画で初めておじいさんのこと知ったよって、じゃあチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。 面白い